シュミットはパスの質がいいですね。ああ、やった。ね、シュミットのパスの質めっちゃ良かったんですけどね。でも相手の選手も上手かったですね。あそこでね、味方頼らないで、自分でシュートコース、ステップ踏んで作って、そこからね、ゴール見ないでね、普通に相手選手も上手かったですね。もうミスはあったにせよ。きた！素晴らしい！めちゃくちゃ冷静。鎌田が良かった、その前のね、苦しいとこ収めてね。こういう得点があるからな、なんか根本的なね、ビルドアップで起きるミスの問題っていうのがおざなりにされるのありますよね。このハイライトになってる前のシーンなんだけどね、必要なのは。2番の選手がボールウォッチャーになり方、えぐかったですね。別にセンターバックの背中走り行ってるわけじゃないから、あそこ絞る必要ないですよね。右のセンターバックの背中走ってって、そのスペースというか、前田大然のカバーしなきゃいけないんだったら、あそこ絞ってるんですけど、前田大然がその1個奥走っちゃってるから、だから前田の走りがもうそこまで良くはないんだけど、ただ、まあ、2番の選手のボールウォッチャーで結構助けられましたね。で、それをちゃんと得点にできた三笘はさすがでしたね。あーちゃんくん、亀田しかり、三笘しかり、うまいですね、サッカーが。うん、そうですね。サッカーうまい人って常に次をいかに考えられるかっていうか、そこで選択肢をいかに多く持っといて、相手見て判断できるかだから、その次の選択肢が抜群に多いですよね、鎌田とか三笘は。誰から決めた当たり前にも。